ピンキー。回収する、了解だ。すごく敵に見つかってます。後ろからゆっくり行くはずは。2人ほどこちらに来てます。また見つかったら蜂の巣にされてしまいます。ゆきこんこ、ゆきこちゃんの中の人です。 GTA5 ゆきゆき、ごめんなさい、メタルギアソリッドです。メタルギアソリッド5ファントムペイン、プレイステーション4は一撃実況動画の続きをやっていきたいと思います。敵はあんたを見失ったようだ。探しに来るぞ。探しに、まずいです、離れたいです。3人もいる。あ、なんかこっち、すごいこっちに来てるです。もっと離れます。ちょっとお馬さんが、エクストラクション arrived at the mother base. You have arrived at your destination. あ、ちょっと近い近い、ダメダメダメ。走ってる。まあ、さっきいたところです。思いっきり位置がバレてます。すごい警戒してる。これなんだろう。Sun will rise momentarily. あ、明るくなってしまう。本当だ、いつの間に。なんか、100メートルほど近くに。すごい、これ、来てるのかな。あ、来てますね。これ視界に入ってますよね。視界。あ、あそこに
また孤立した兵士が。処理台が変わったんでしょうか。ヒルトはヒルトで送ったので、見張りが新しくなりました。またやり直しです。もう一度では落としに行こうと思います。そこにもなんか動く影が見えます。あそこにも、影に隠れてしまいました。ボス、情報の基本は観察と情報収集だ。まずは双眼鏡で状況を把握してくれ。負けずにもう一発行ってみようと思います。なんかちょっと後ろから首を絞めたかったんですが、ちょっと違う。よし、また一人仲間が増えました。受け取った。あとは任せろ。お願いします。ライトは危ないのであっち向けておきます。一人、いる、足が速い敵がいます。他にはに武器を構えると左右に平行移動ができる。素早く移動することもできるぞ。ここちょっと隠れられそうです。こっちに敵はいないかな。またあそこの高台の敵が気になります。こういったにサインをつけて、外側から落としに行きたいと思います。乗るときの音がすごい大きくてびっくりしちゃいます。よし、では今度あちら側の見張り台を敵を落としに行ってみようと思います。2人、A3人、ちょっと思ったより数が多かったです。もう90メートルです。これ見えてますよね。わあ、ここすごい多い。やっぱり高台に行くのちょっと難しい。わあ、ここ守りがすごく硬いです。こちら側から行くのちょっと自殺行為な気がします。基本は観察と情報収集だ。まずは双眼鏡で状況を把握してくれ。こちら側はちょっと分散させないと
たり難しいかな。右の方が手打ちなので右の方から行こうと思います。はい、一番最初に来た砦です。あ、こっちに何かあるな。どこ？え？ど？あ、いた！あんな高いところに！あ！わー、音がすごい！めっちゃ人来る！あ、ささっと。ささっと撃って。私は、肉弾戦に、あれ？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 いない？え？そこ？え？ここにいたはずなのですが。あー、ミサイル来てきた。あれ、いなくなってます。高いところにいたのですが、どこに行ったの。あれ、消えてしまいました。あ、この隙間から、え、それとも下にポロッと、ちょっと顔出すと見つかっちゃうので、ここに身を潜めています。あれ、一人この高いところにいたのですが、どこに行っちゃったんでしょう。あ、すごい隙に。あ、操作になってます。こっち来る。今のうちに。あ、高台に、見張り台にいた兵士も降りてきちゃいましたね。あー、ここすごいいっぱいいる。みんな隠れてる。あ、ここにももう一人増えた。警戒してますね。作戦展開地域から離脱させることにある、はい、状況次第では空中からの支援攻撃も行うが、フレアグレネードを使えば目標の直接指示も可能だ。フレアグレネード持ってたかな。まだそこまで多分動きが。この建物にいた敵どこに行ったんでしょう。見当たらないです。向こう側に走って逃げたんでしょうか。絶対具体的な位置は、まだ潜んでいそう。敵はあんたの捜索は諦めたらしい。だが警戒は解いていない。気を抜くな。みんなあちら側に、本部の方に。そうすると
と手前は